今日は西成の吉川劇場に来たよと思ってます。吉川劇場ファミリー来ましたよ。ヒロンさん、お久しぶりです。あ、やった行きましょうか、吉川劇場。移動するもんないぐらい近いですけど、吉川劇場しませんよ、瞬間移動。この距離でね、そこでしょ。吉川劇場さん、瞬間移動しましょうか。やつさん、車です。瞬間移動しましょうか。しませんよ、もうこんな近くで。一回しときましょう。瞬間移動。じゃあリクエストにお答えしまして、それでは吉川劇場まで瞬間移動。はい、到着しました。店内に入りました、早かったね、吉川劇場さん、初めてですね。何がおすすめですか、今日は。趣味でブルーノ、ブルーノ、あー、鶏胸、手羽先、塩サバと、これ、ピリ辛こんにゃくで、カレーハンバーグ。僕はもう、瓶ビールあります。はい、瓶ビールで、はい、1つです。ほんで、彼はソフトドリンクダメなんですよ、お酒飲まないんです。ウーロン茶したら、コーラとかは。もうジュース飲まない。はい、はい、何します？もうグダグダに取っていきますよ。後でカットします。ウーロン茶ですか？ウーロン茶で。まさウーロン茶、キンキンのウーロン茶。キンキンの。ありがとうございます。すいません。常温で大丈夫です。ありがとうございます。じゃあ、マスターとママさん飲んでくださいよ、なんか。ありがとうございます。これちょっとビッグな入れ物ですね。いただきます。乾杯。乾杯。おいしい。やっと気ぃついてました。部屋のスタイルは変わりましたね、やっとさん。部屋スタイルだけど、そうです。性格は変わってないから一緒でしょ。脅しが来ましたよ。美味しそうな、これね、なんかただの豆腐じゃないですね。美味しそうやね。豆系が出てますね。それではお通しをいただいてみたいと思います。それではマスクしてるやないかい。マスクは出てました。お約束やね。うん、美味しいですか。うまっ。これお通しだけどダメやったんちゃうんですか。え、お通しだ、お通し。何がダメなんですか。ダメやダメや言っとったんですよ、前。ダメ言ってませんよ。美味しい。これマスター、これ何ですか、この豆みたいな。豆、うん、肉ちゃうんですよ。肉ちゃうんですよ。肉、これ。あ、一人ひねった。豆ちゃいますか。どんな食感や。食レポ、食レポで言われへんね、そんなやつ。これは美味しい。でも食レポーナー、これは美味しい。ヤトチャンネルの新キャラクターです、ヒロヤンさん。まだ YouTuber デビューしないけど、もうすぐデビューします。今うちのチャンネルでお試し期間中で出てくれてるんです。ヤトさん、これね、はい、ただのお豆腐じゃないです。このお豆腐の上にこの焼き鳥、これを乗せることによってね、うまさ倍増ですよ。あ、そうですか。倍どころが5倍ぐらい、いやいや10倍ぐらいうまなりますね。なんていうんですか。皆さん、ちょっと食べてみてください。食べるわ。焼き鳥乗せてね。乗ってるやん、初めて。10倍ですよ、10倍。初めが乗ってるやん、乗せてて。10倍ですよ、10倍。これね、焼き鳥乗せお通し、うまさ100倍です。お通しダメなんですよ。いやいや、そんなことないですよ。お通しダメなし、聞いたことないですよ。あの、100倍ですよ、うまさ100倍。お通しってね、あんまり美味しいの食べたことないから。いやいやいや、あのね、普通の、まあ豆腐だけやったら、もう普通に美味しいですよ。
単純に美味しい。ただ、ま、焼き鳥乗せることによってうまさが100倍になるんですよ。さっき10倍だと思ってた。いや100倍です。まあまあ食べてみてください。うまっ、美味しいよ、ほんまに。いや、やっとさ、下手やな。いや違う、今の。来ましたよ。来ましたよ。はい。食レポお願いします。これ何でした？ピリ辛こんにゃくチーズ焼きでしたね。さて、これはどんなお味でしょう。これもきっと美味しいんでしょうね。もう美味しいのはもう間違いないんですよ、ここのね、メニューは。それではいただいてみたいと思います。こんにゃくですよね、これ。こんにゃく、こ、え、明日食べてもこんにゃく。あ、こんにゃくだけに、こんにゃくダジャレ王ですね、ヤトさんね。それではいただきますよ。うん、たまりませんね。暑くないですか？そのいや暑いですよ。暑いの大丈夫なんですか？暑いのダメなんです。ダメだけど美味しいから。美味しすぎて朝忘れてしまいますね。もう一口。こんにゃくの熱いんちゃうんですか？うん。あ、合いますがチーズと。チーズ合うどころか、今頃ピリッとしてきましたよ。ピリ辛こんにゃくだけにね、ピリッと辛くて、そしてこのチーズ、これチーズが入ってるからね、あ、なんていうんですか、うまさ100倍になるんですよ。100倍すぐですね。騙されたと思って、ヤトさんちょっと食べてみてください、はい、このチーズと一緒にですよ、チーズと一緒に食べてみてください。ヤト、はい、さん、チーズのせですよ、チーズと一緒に。こういうふうに食べたい。そうそうそう、そうすることによって。チーズだけじゃダメです。あのチーズと、チーズがダメなんです。チーズダメな人っていませんから大丈夫です。あのこんにゃくとチーズと一緒に食べてください。ここ、うまさ、糸引くのが嫌なんです。糸切ったらいいじゃないですか。ここ、あのうまさ100倍ですよ。ここは これが嫌なんです。だから、大丈夫ですか？だからここ切ればいいんですよ。ここ、そう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 、ほんまや。はい、落ちた。はい、はい、はい、ありがとうございます。早く食べてもらいます。次の品来ましたよ。はい、早く食レポしてください。あく、よう、こんなん食うたな。ついでめちゃくちゃ。もうそれいいから早く。どうですか、うまさ。一歩引くの嫌やけど、美味しいです。いやいや、何倍とか。100倍。5倍か。少な。これはね、僕大好物、塩サバですね。これだけど珍しいね、塩サバにリンゴついてますよ。普通レモンがついてるのに分かる。あ、これはもう最後デザートでね、デザートの食後にいただきましょうか。このマスター、リンゴついてるのは、これリンゴどう扱えるんですか？リンゴ、まあ、あの、あれやってください、塩サバのもつ煮じゃなくて、リンゴ、ゴリラ、リンゴ、ゴリララッパ、なんていうんですか、ラッパ、それなんていうんですか、おみくじじゃなくて、あ、しりとり、しりとり、しりとりゲームです。あ、しりとりゲームです。知りませんでした。しりとりゲーム。どう繋がるんですか。サーバー。サーバー。最後サーバーに行ったら、そのサーバーただで。え？どういうことですか。サーバー、バナナ、ナッパ、パイナップル、ルビー、イチゴ、ゴリラ、ゴリラ、ナッパ、また戻ってません。パイナップル。え、リンゴ全然出てこないじゃないですか。アウト。アウト。アウトです。じゃあもう、あの、早速食べていきたいと思います。はい、はい、お願いします。その塩さは倍付けです。倍付けになっちゃいました。倍付け。あの、大丈夫です。あの、ヤトチャンネルの経費でね、出ますのでね。はい。お会計の方は。それでは、いただきたいと思いますね。美味しいです。これ北海道のサバですね。ほんま？はい。用意してんね。だって美味しいですもん。はい。ねえマスター、これ北海道のサバですよね。違います。あ、そう。違いましたね。
サバって福井じゃんですか、美味しいの。大阪さん、大阪高さんらしい、はい、あんたが取ってきたやつ、サバちゃん。いや、はい、どうぞどうぞ、サバ。サバ。これは。サバいただきます。はい。本当に美味しいですよ、これは。僕の性格みたいですね。サバサバしてますもんね。ありがとうございます。ちょっとつけますわ。ダジャレをですね。つけマツコ。あ、それわかんないです。マツコデラックス。どうですか？うまい。ねえ。三杯漬け。美味しいわ、だけど。サバが。油乗って。はい。美味しい。次のあの、その手羽先いきましょうか。手羽先。手羽先ちょっと食べてみてください。はい。どんな味ですか？手羽先いただきます。はい。まあ、美味しいですか？美味しい。どれくらい美味しいんですか？これくらい。なんか分かりにくいです、うん、これも100倍食べてくださいよ。手羽先ですよね。手羽先、手羽先だけに。え、手羽先だけ。いや、手羽先美味しいって言ってましたね、うん、どれくらい美味しいんですか？100倍これくらいってなんか言ってましたね。これがね、100倍です。あ、すいません、いっぱい来ました。大げさな、そんな、そこまで美味しいわけないじゃないですか。美味しいのは美味しいですよ、絶対美味しいと思いますよ。そんな、そこまで大げさな。ほんまに美味しいです。はい、美味しい。どれぐらい？これぐらい。 ABC で言うたら Z世代なんで。ありがとう。あ、はい、カレーハンバーグ来ましたよ。本当ですね。カレーハンバーグって珍しいんですね。めっちゃ出ますね。ただのハンバーグじゃないんですよね。カレーソースがかかってるんですよね。そうです、そうです。じゃあちょっと、いただいていきたいと思います。カレーハンバーグ。なかなか初めてだね、カレーハンバーグ。まあ、北海道名物、北海道名物ですわ。ほんまですもん。北海道にカレーハンバーグってあるんですか？知らんかった。当たっちゃいました今日は咲いてます、いろいろ咲いてますわ。それでは早速いただきたいと思います。あっち、やばいっす、うますぎて。これはもう感激です。やばいよ、やばいよ、うますぎて。うさなぎうまいです。本当にこれは、これご飯何杯でも食べれますよ、このカレーハンバーグだけは。本当に。あ、皆さん、ドリンクが来ました。ドリンク来ました、ありがとうございます。すいません、はい、サバ全部食うたけどリンゴだけ余りましたね。リンゴちょっと今から食べますね。これ北海道産ですよ、このリンゴね。まさかね、はい、青森産です近いじゃないですか。じゃあいただきます。美味しいもんね、リンゴ。うん、リンゴだけに。味はアポー、アポーお気に。うわ、すごい、北海道ラーメン。やった。名前は、正式な名前になっちゃいますか？札幌ラーメンでしょ。札幌ラーメンですか。楽しみ、札幌ラーメンですね。札幌ラーメン来ますよ。じゃあちょっと札幌ラーメンいただきます。あ、札幌の味ですね、これね。味噌味ですか？まさに札幌味噌味です。札幌の味噌の味です。麺もバター入ってます？バター入ってないです。これもね、ちぢれ麺ですよ。北海道ならではのちぢれ麺。いただきます。バター入れますか？バター大丈夫ですか？あ、バターは大丈夫です。はい、なしで。やば、この麺。あ、それ縮れ麺です。縮れ麺でめちゃめちゃうまいですよ、これ。うまっ。ラーメン好きですね。ラーメン大好物です。食べてみます、矢田さん。
食べてみます。いただきますか。うまいこと、うまそうに食いますな。いただきます。うん、どうですか。うま。本場の札幌味噌ラーメンの味はどうですか。うまいですね。半端ないでしょ。汁いただきます。半端なくうまいでしょ、これ。覚醒や。え？なんて？覚醒。覚醒？なんすか覚醒って。縮れ麺つるつる。いやいや、縮れてるからつるつるじゃないですやん。あうまい。いやストレート麺やったら。え、だから覚醒って何？言うでしょうね。これはやばいですね。納豆さん、これうますぎですわ。スープはめちゃくちゃうまそうですね。スープうまいし、これおかわりしようかな。替え玉したい気、あの勢いですわ。ラーメン食い方うまそうに食いますね。麺がね、縮れまくってるんですよ、うん、これがうまいですよね。スープが絡んで美味しそうですね、うん、ツルツルじゃないですよ、縮れ麺だから。ケツの穴ツルツル。いや、ボーボーです。わー美味しいですか。やっぱ北海道のラーメンはうますぎます。ラストスパートかけていきますね。締めのラーメン最高ですね。札幌ラーメンうまいですね。野菜が多いっす。お腹いっぱいになってきました。スープがめちゃめちゃうまそうですね。スープはうまいですよ。スープはうますぎます。ちょっと味変してみたらどうですか。え、味変。味変って何です。どういうことですか。ここに七味がありますよ。ああ、僕あの辛いの苦手なんですよ。じゃあ激辛、ここ激辛も作ってるから一回。いやいや、僕はあの辛いのが大の苦手で。ちょっと一回七味ちょこっとだけ入れたら味変したら美味しいですよ。でも辛くなるでしょ。いや、ちょっとあのピリッとするだけやから一回入れてみましょう。七味美味しくなくなりますよ、せっかくの。いや、だけど味噌やから七味合いますよ。せっかくのね、札幌味噌ラーメンがね、七味はいけない。美味しくなくなるじゃないですか、七味なんか入れたら。いや、ここに置いてあるから絶対美味しいですよ。美味しいんですか、これ入れたら。ちょっと入れてください。本当ですか。はい、絶対美味しないと思う、これ入れたら。あ、結構入れますやんか。美味しない、美味しない。大美味しないよ、この七味なんか入れたら。え、大丈夫ですか。美味しなるんですか、ほんまに。美味しいです。絶対美味しないと思うけどな。絶対美味しいね。美味しい。美味しすぎて。美味しすぎます。ここは七味抜群。はい。じゃ行きましょうか。本当に。ああ、ごちそうさまでした。どうも、美味しかったです。美味しかったです。ごちそうさまでした。またあの来ますんで。それじゃあね、次の、お店まで、瞬間移動で行きます。それでは瞬間移動。ありがとうございました。瞬間移動だけど、またバイクで。ほんだ、乗ってきます。はい、到着しました。じゃあ今日はね、今回はなんと、あの西成の飲みの助さん、飲みの助師匠と初コラボを、試みたいと思います。飲みの助さん、よろしくお願いします。ユーチューブやったら初めてね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。マジック対決ですね。今日はマジック対決ということで、飲みの助さんと広いのを学びたいということで、やってみましょう、やっていきたいと思います。ちょっとお店は、ちょっとここは泉さんで、泉さんに行ってみたいと思います。瞬間移動で来ましたか。はい、瞬間移動で到着しました。大丈夫ですか。お店の名前は何ですか。いいとこです。